アーミル・カーン・プロダクションは、インドのムンバイに拠点を置く、映画制作会社、映画配給会社。1999年に、アーミル・カーンが設立した。B ・シュリニバス・ラオとキラン・ラオがプロデューサーとして同社に所属している。同社は、従来のマサラ映画の最定義と近代化を行い、社会問題の意識を取り入れた、独自の映画ブランドを確立したとされている。 同社の制作映画は、商業的なマサラ映画と、現実主義的なパラレル映画の区別を曖昧なものにし、前者のエンターテインメント性と後者の力強いメッセージ性を組み合わせたことにより、国内外での工業的成功と非表面での高い評価を得ることになった。1999年、アーミル・カーンは、主演を務めるラガーンを制作するため、アーミル・カーンプロダクションを設立した。 これは、ラガンの脚本を購入する映画制作会社が存在しなかったためであり、同作にはラインプロデューサーとして B ・シュリニバスラオが参加している。同作は2001年に公開されて工業的な成功を収め、アカデミー外国語映画賞にインド代表作品としてノミネートされたほか、フィルムフェア賞や国際インド映画アカデミー賞など多くの国内映画賞を受賞した。 B ・シュリニバス・ラオは、アーミルの監督デビュー作、地上の星たちで、エグゼクティブプロデューサーを務めた後に、アーミル・カーン・プロダクションのエグゼクティブプロデューサーに、就任し、同社の制作作品すべてに参加している。アーミルは、同作で監督、主役を務め、ダルシール・サファリー、ティスカ・チョー・プラーと共演した同作は、フィルムフェア賞最優秀作品賞を受賞するなど、 企評価から高い評価を得た。また妻のキランラオも助監督として制作に参加している。2008年に君が気づいていなくてもを制作しており、同作はアッバスタイヤワーラーが監督を務め、アーミルのイームラン、カーンのデビュー作となった。2010年にこちらピープリームラを制作し、同作はアヌーシャリズビが監督を務め、メルボルン国際映画祭で上映された。 2011年にキラン・ラオが監督、原案を務めたムンバイ・ダイアリーズを制作し、続けてデリー・ゲリーを制作する。同作はアーミル・カーン・プロダクションのクリーンで家族向けなエンターテインメントを提供するというイメージを崩壊させるリスクを背負いながら制作されたブラックコメディである。2012年にタラッシュ・ザ・アンサー・ライズ・ウィズ・インを制作した。同作は リーマー・カーグ・ティーが監督を務め、エクセルエンターテインメントと共同制作している。2016年に、ダンガル・キット、強くなるを制作しており、同作は、ニティシュ・ティワーリーが監督を務め、ブロックバスターを記録した。2017年に、シークレット・スーパースターを制作した。同作は、アーミルのマネージャーを務めた、アドベイト・チャンダンが監督を務め、ダンガル・キット、 強くなるを超えるヒットを記録した。アーミルカーン、キランラオフサイ、ありがとうございます。